なんで切り替えるかっていうと、今年オリンピックあったじゃないですか。でそれに出たくて、でそのためにはやっぱりすごい集中もしないとダメだし、もうかけないとダメだったので、今年前って決めないと気持ちが入らないなって思ったので、それでもう今年前って決めて活動していこうってその決めてたんですよ。だからそれがあってすごい一つ一つのレースも集中できたし、で結果的にはいいシーズンになったなって思うので。その冬の間もレース感をこう失わないためにやっぱシクロクロスには積極的に出て、でそのまま今度ロードにつなげていきたいなと思っているので、今年はもっとね気合い入れて走っていきたいなと思ってます。はい、そうですね、だいぶ泥がネチャネチャした泥で、結構オランダでのワールドカップのコース2回走ったことがあるんですけど、結構それに近いような感じで難しいなと思いました。ピット前に結構泥が続くんですけど、結構そこをミスなく乗っていくか乗っていかないかでだいぶ差がつくと思うんで、そこは本当集中して攻めていかないといけないなと思ってます。実力を試すのに絶好の機会なんで、はい、すごい楽しみです。まあなんかすごい泥みたいですから、結構ランニングが今日は多いのかなって思いますけど、竹野内君や澤田君がいるんで、まあちょっとこちらも胸を借りるような感じで走るからには優勝狙っていきたいですけど、はい、そうですね、体調はいいんで今日は走りたいですね、ぜひ。本当やっぱり泥区間と、あとは、まあ、あまりこう踏み続けるというよりは細かいコーナーが連続してテクニカルなんで、とにかくこうスムーズにうまく走ろうと心がけていきたいと思います。まあ、本当に全日本と同じメンバーが来てるんで、ここでどれぐらい走れるかって結構大事なんで、まあ、とにかくやるしかないですね。そう、体調は先週同様だいぶいいので、まあ、トップ争いできるようにしたいと思いますし、まあ、ここで、ね、優勝をぜひ取りたいなと思いますけど、強い選手いるんですけども、やはりここで上位に食い込む、もちろん優勝をしておかないと、まあ、今後の全日本とですね、あとは、まあ、世界選手権に向けての、まあ、今回も選考会になるので、まあ、いい走りができるんだ、できたらいいなと思いますけど。このレースだとそうなるのかもしれないですけど、向こうやと僕ずっと追う立場なので、まあね、走りの内容とかも意識してしっかり攻め続けて走りたいなと思います。まだやっぱり辻谷さんの領域までも行けてないと自分の中で思ってるし、やっぱりその走りは去年よりももっと綺麗な走りを今年はやっぱできないと、1年経ってるので、まあ、成長した姿を皆さんに見ていただきたい。体調の方はまあぼちぼちですね。まあいいですよ。
ああ、初決めた緊張感の中のスタートとなりました。UCI 比較級男子カテゴリー王者です。そして9番続いて郷田正幸、そして23番続いていきます島田誠、そして14番29番と続いていく14番は飯塚。
加速するし。竹の内優がもうこの地点へ向かってくる下りの近くまで見えてきている。後続にとってこのクズロール状になっているところでは、そのコーナー行って帰って1つ分以上はもう小坂正則とその差が空いてしまっている状況。その差は22秒またがっさん開いたか。Come on!
までが1分近く空いてしまうかという状況になった。スケインを今追加するだけのチーム。まもなく最終コーナーに向かう。もう彼を迎えるその歓声に包まれているストレート。今年のドリームカテゴリーを制したのはチームユーラシア、竹野内チーム。直線からそのコースすぐサイド、小坂正則第1位でフィニッシュ。マッサンデクシー丸山敦志が最終コーナーを今越えた。トップ3がまもなく決まる。第3位丸山敦志。ちょっと後半のペースアップで多分ちょっとついてくれなくて、まあ、ドローがちょっと、まあ、うまく乗れないところだったので、ちょっとそこで足をつく無駄に使ったりしてしまったので、まあ、でも後半とかちょっと前のタイム差を聞きながら、まあ、ペースを落とさずに、まあ、走れたと思うんですけど、まあ、ちょっと最後は竹野内選手と、ね、1分ぐらい開いてしまったので、まあ、来週またマイアミの砂のことがあるので、またそこでは挽回して頑張っていきたいと思います。まあ、調子は悪くなかったんですけど、まあ、なんかちょっとずるずるっと離されちゃって、でちょうどその時になんか左足にちょっと違和感あってあんまり組めなくなっちゃって、まあその後半あの竹野内君に前へ行かれてから、まあその後ちょっとしばらく様子見てたらまた踏めるようになったんで、まあ普通に遅れました。足もいっぱいで何焦らないように走ろうと思ってたんで、ね、まあ、自分の今の足の調子的にも一回落ちても絶対後半になったら立て直せれると思ってたんで、まあ、そこでどんだけ離されても離されるというか、まあ自分のペース維持してても離されることはないなと思ってたんで、でまあラインも見定めてしっかり攻めていくことができたんで、まあ、全日本捉えたんだったら今日の走りじゃダメだと思うんで、まあ、ちょっと高い次元でものを見ていかないとダメかな。体はいいんですけど全然踏めてないだけなんで、まあ頑張ります。